今回は山梨編です。地域はかなり北に広く取り入っておりまして、山間部の標高2300メートルとか2500メートルとか、それ級のですね、山々、長野県とかですね、埼玉県とも境になっている、地域となっております。西沢渓谷や乙女高原なども、この山梨市内となっております。また、貝坂トンネル、がある国道145線が通っているということもあって、埼玉県方面からのアクセスもですね、いい山梨市内となっております。市街地は山梨市駅の、少し北側のあたり、になっていますね。中心道は国道145号線、西関東道路などのバイパス線もあります。北側には豊富川のフルーツ公園やほったらかし温泉とか、観光的な意味での名所も、多くあるという、山梨市となっております。また多良賀峠県道31号線、このエリアは、夜景の穴場スポットとしても知られております。まあ、地域としてこう、住めるエリアとなっていきますと、笛吹川の、沿線のエリア、川沿いとして、牧岡のエリアとかですね、観光名所でもありながら、一応こう人が住んでるエリアとなっています。で、北側は完全に山間部と、なっておりまして、観光名所が、非常に多く、西沢渓谷なんかでは滝なんかではね、そして、広瀬ダムとかね、ダム湖があったりとか、そういうエリアになっております。それでは山梨市紹介していきます。人口32,000人、人口密度110人、国宝の仏殿を有する清白寺だとかですね、古今和歌集、にも多くの歌人にも読まれた名勝地、差出の磯、武田信玄の隠し湯とも言われる県内最古の温泉である岩下温泉などがあったり、甲州ワインの産地としても知られています。面積もかなり広く県内4位です。1954年に、草壁町というね、もともと草壁と呼ばれていた地域、それと6つの、町村が合併いたしまして山梨市が発足しています。で、2005年に新たにですね、もともと大きな町だった牧岡町だとか、三富村が合併して新しく山梨市となっております。地域がかなり広くなっております。もともと合併以前のですね、旧山梨市域は県中央部甲府盆地の北東の縁にあたる副盆地上に位置していましたが、山間部も含むエリアになったという形です。主な川は笛吹川、になっております。盆地特有の気候で夏冬の気温差が激しく、夏は暑く冬は寒いということです。山梨県警草壁警察、があったり、山梨厚生病院、山梨郵便局、山梨立図書館があります。主産業はブドウ及び桃などの果樹栽培、その他にはイノブタ、サクランボ、イチゴなども産出しております。教育面では帝京科学大学山梨市キャンパスがありましたが、2018年に閉校、県立山梨高校や県立氷川高校の県立高校2校があります。中学校は3校。交通面では山梨駅が中心となっております。西関東連絡道路だとか、国道143号の仮坂道路、国道411号線、県道31号線などが中心となっております。道の駅も多く、花影の里、牧岡、国道145号線沿い、三富、町の駅山梨、があったりとかします。県指定遺跡として連峰屋敷、戦国時代ですね、甲斐武田氏の蔵前衆であった古屋氏の屋敷跡となっております。また清白寺が仏殿が国宝、
仏教寺院における伽藍の一つである栗が重要文化財に指定されております。甲州街道ではですね、栗原宿が、山梨市内にあります。そして教会が草壁教会があったりとか、文化施設は、牧岡の郷土文化館とか根津記念館、横溝静止館、推理作家ですねあります。そして、万力公園とですね、大きな都市公園、総合公園や笛木川フルーツ公園、差し出の磯が名称、西沢渓谷、牧岡町にもともとあった乙女高原、ですね。で、広瀬湖などの、水、ダム湖ですね。ダム湖があったりとか、温泉ではですね、はやぶさ温泉、堤川温泉、聖徳寺温泉、岩下温泉、三富温泉郷、ほったらかし温泉、温泉の町としても、知られております。また長野県などの境には、日本百名山に指定されている甲府新ヶ岳や金峰山などが、あります。そして仮坂トンネルでは、秩父などに、結ばれたりとか、埼玉県との結びつき、甲府方面にも、国土140号線で結ばれているということで、まあ、アクセスもいいという、形になります。ただ高速道路は、中央自動車道は笛吹市、かなり南の方の、エリアに、あり位置します。で、中央本線もあるため、アクセスもいいです。東京方面からのアクセスもいいです。地図を紹介していきます。もともとは草壁と呼ばれていた、地域ですね。まあ、現市役所のある東山梨市駅のあたりの方が栄えていた。南側はこのようになっていますが、まあ、そのあたりの甲府盆地東端のエリアが、まあね、旧山梨市の、まあ、市域で、北側は、旧牧岡町のエリアになりますね。このエリアが合併していったと。で、こうもう段々のようなね、形になっているエリアは、まあ、現在こうフルーツ公園だったりとか観光名所になっているエリアになっています。はい、この辺の、はい、北側の山々まで山梨域面積が非常に広いです。はい、山梨市駅の、まあ、北側付近にかけてが、まあ、市の中心部という形、笛吹川が大きく流れています。少しこう南側のね、エリア411号線通るエリアも、ギリギリ山梨市の、まあ、エリアになりますかね。で、山梨市駅のすぐ北側あたりが、まあ、フルーツラインだったりして、フルーツ公園のあるエリアになります。はい、ということで現在地図です。すぐ近くに川があって、万力公園があってっていうね、観光名所も比較的近くに位置するという、まあ、山梨市の駅が中心なんですけど、南はそこまでこう住宅が密集しているという感じではなくっていう形ですね。はい、まあ、県立氷川高校のあるエリアまで山梨市のエリアですね。でそこから南に行きますと笛吹市のエリアになります。で、意外と駅からもすぐ行けるようなフルーツ公園とかね、ほったらかし温泉も意外に近くに、山梨市の駅の近くにあるエリアで観光名所となっております。で、平地の方はですね、北側にかけて少しある程度でですね、でして、面積は広くですね、山沿いの方も、かなり多く山梨市内のエリアになっております。で、まあ、円山との境になるんですけども、そこからまあ国道140号線がずっと伸びていて、まあ、どちらかというと円山の駅の方が、近い牧岡の、方のエリア、西沢渓谷とか乙女高原とか、この辺りの山沿いの方も、山梨市域、
はい、となっております。はい、この辺りが牧岡の辺りですね。はい、ここを抜けていくともう乙女高原とかそのエリアになるんですが、まあ、西沢渓谷とかその辺りのエリアで、まあ、北側の境はもう標高2500メートルとかそのそれ級で長野県との境になります。で、140号は、カニ坂トンネルで埼玉県と結ばれております。ということで山梨市紹介しました。